中山競馬11レースラジオ日本賞1800です能力偏差値ですが B ランク2頭 C ランク4頭のレースとなりますこれから偏差値上位馬の適正分析を指数グラフで解説していきます最後に適正を反映した予想印を公開しますそれでは指数グラフへ切り替えます指数グラフの基本的な見方ですが横軸は日付の時系列 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。その他の競争条件も同時にプロットされていますので、様々な適正分析が可能です。例えば、3走前の競争条件を見ていきます。距離は紫色の丸です。3走前は1 8 0 0メートルとなります。 一角角通過順位はオレンジ色の四角です3走前は13番手となります。着順はピンク色です。3走前は1着となります。馬場状態はグレーです。3走前は両馬場となります。開催場は指数の上の数字または漢字です。3走前は今回と同じ中山となります。馬対重変化は黒色です。それでは指数グラフを使い解説していきます暫定20丸を打っています。 6枠10番、ブレイクフォースです。能力偏差値はトップで、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、前走、3走前、5走前に黄色線を上回っています。特に3走前は、黄色線を10に上回る優秀な指数をマークしています。能力的には、トップグループの一角で、連帯確率は高いです。指数の青線の傾向を見ていきます。 指数の山と谷が交互に来る傾向があります。交互タイプなら今回は指数を下げる順番です。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1800メートルとなります。指数がピークとなっているところを見ていくと、3。走前はオレンジ色の着順が1着で、紫の丸が1800、1800は敵距離です。展開面を見ていきます。先行力分析シートに切り替えて。 一角侵入予想図によりレース展開予想を解説します右側の一角侵入予想図ですが逃げ馬は不在です先行タイプが7頭いますこの一角侵入予想図の状況からはスローペースが予測できます先行勢に展開の利がありそうです指数グラフに戻ってこの馬の客室を見ていきます一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところを見ていくと 3走前は後ろから後方からの差し追い込みが良いタイプです展開分析シートを見ていきます先行力は32で14位です上がり指数は67でトップです高い上がり指数で鋭い差し足が見られそうですスローペースは大きなリスクになりそうで展開面は若干のプラス評価をしていいです上的性を見ていきます指数の上の漢字が開催場を表します ここが数字だと当地中山での出走です。中山では他の開催場と比べて好資数をマークしています。上適性はプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。七枠十一番アウトレンジです。能力偏差値は2位で偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では前層2層前4層前に黄色線を上回っています。 能力的にはトップグループの一角で連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は紫の丸が18004層前は紫の丸が18001800はて距離です。展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は2番手からの競馬です4層前は2番手からの競馬です。 後位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は96でトップです。上がり指数は54で10位です。楽に後位につけられる高い先行力を持っています。スローペースも味方しそうで、展開面はプラス評価していいです。レース間隔を見ていきます。横軸一目盛りが2週間の1開催を表します。今回は19週間の休み明け初戦になります。 鉄砲が効くか大きなリスクがあります。レース間隔はマイナス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。3枠4番、カフジオクタゴンです。能力偏差値は3位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、2層前、4層前に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連体資格は十分です。 距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は紫の丸が1900、4層前は紫の丸が1800、1900が適距離ですが、1800も守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は6番手からの競馬です。4層前は9番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。 展開分析シートに切り替えます。先行力は55で10位です。上がり指数は56で7位です。先行力、上がり指数とも平凡で、させないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。3枠3番、ザイツインガーです。能力偏差値は4位で、偏差値ランクは C ランクとなります。 金5層では前走に黄色線を上回っています。能力的には2番手グループの一角で連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は紫の丸が18002。走前は紫の丸が18001800は適距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は後ろから。 2走前は後ろから後方からの差し追い込みが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は48で12位です上がり指数は59で4位です平凡な上がり指数でさせないリスクも若干ありますスローペースは大きなリスクになりそうで展開面は若干のマイナス評価した方がいいです次の馬を解説していきます暫定抜を打っています 7枠12番、ブライアンセンセスです。能力偏差値は5位で偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では2層前に黄色線を上回っています。能力的には2番手グループの一角で連帯四角は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は紫の丸が1800。1800は敵距離です。展開面を見ていきます。 指数がピークとなっているところを見ていくと2走前は3番手からの競馬です好位からの競馬が良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は64で8位です上がり指数は59で3位です先行力は全く評価できません好位につけられない高いリスクがありますスローペースも味方しそうで展開面は若干のマイナス評価した方がいいですレース感覚を見ていきます 今回は22週間の休み明けからの叩き2戦目となります。叩き2層目の上積みを期待できます。レース感覚はプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定黒の星を打っています。4枠6番、ミハボリートです。能力偏差値は6位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、黄色線を上回ったことがありません。能力的には、上位馬には一歩をりますが、 連体資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は紫の丸が1800、1800はて距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は3番手からの競馬です高位からの競馬が良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は86で2位です上がり指数は57で6位です まずまずの先行力で、好意につけられそうです。スローペースも味方しそうで、展開面は、プラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定黒の星を打っています。4枠5番、耐性ドレフォンです。能力偏差値は7位で、偏差値ランクは D ランクとなります。金5層では、5層前に黄色線を上回っています。能力的には、上位馬には一歩劣りますが、 連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、3。走前は紫の丸が18005。走前は紫の丸が18001800は敵距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、3。走前は4番手からの競馬です。5。走前は4番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。 展開分析シートに切り替えます。先行力は85で3位です。上がり指数は57で5位です。まずまずの先行力で、前目につけられそうです。展開面は、若干のプラス評価していいです。レース間隔を見ていきます。今回は、29週間の休み明けからの叩き2戦目となります。叩き2層目の上積みを期待できます。レース間隔はプラス評価していいです。 過去1年間の対戦成績を見ていきます暫定20丸を打った10番の対戦成績は有力馬との直接対戦がありません評価対象外です暫定丸を打った11番の対戦成績は4番に対し1勝0敗と勝ち越しています11番の対戦成績は高評価できます暫定黒三角を打った4番の対戦成績は11番に対し0勝1敗と負け越しています 4番の対戦成績には、リスクがあります。暫定白三角を打った3番の対戦成績は、有力馬との対戦成績は多場と遜色ありません。暫定罰を打った12番の対戦成績は、3番に対し、0勝1敗と負け越しています。12番の対戦成績には、リスクがあります。以上の適正分析を考慮しました。最終の予想印です。本命20丸を打ったのは、10番、ブレイクフォースです。 能力偏差値はトップの B ランクです。調子にリスクはあります。距離と展開と上適性を高評価しました。対抗丸を打ったのは11番アウトレンジです。能力偏差値は2位の B ランクです。レース感覚にリスクはあります。距離と展開と対戦成績を高評価しました。黒三角を打ったのは3番ザイツインガーです。能力偏差値は 4位の C ランクです。展開にリスクはあります。距離を高評価しました。白三角を打ったのは、4番、カフジオクタゴンです。能力偏差値は、3位の C ランクです。レース間隔と、対戦成績にリスクはあります。×を打ったのは、6番、ミハボリートです。能力偏差値は、6位の C ランクです。距離と展開を高評価しました。以上。 指数グラフメソッドによる能力、適正予想の例を紹介しました。指数グラフに加え、新聞コメントや調教などの情報も加味すれば、必ず回収率向上につながります。ぜひ、指数グラフメソッドをお試しいただき、ご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです。次に、全レース公開の PDF に掲載しておりますシンプルグラフを紹介します。 それではシンプルグラフへ切り替えますシンプルグラフは表示範囲を過去5層に絞り指数グラフより簡易に能力判断適正分析が可能となりなますシンプルグラフの見方ですが過去5層の指数を青色の折れ線で表しています四角の中の数字は着順を表します黄色線は連帯目安でこの黄色線を上回っていれば連帯確率が高い指数となります 下部にはコース情報を表しています上部にはレース間隔を表しています。それではシンプルグラフにて評価上位場を解説していきます。二重丸を打ったのは6枠10番、ブレイクフォースです。過去5層の指数を見ていきます。1層前は今回と同距離の新潟1800にて、黄色線と同じ指数になっています。2層前は黄色線を10に下回っています。3層前は今回と同条件の中山1800にて、 黄色線を1 2上回っています。4走前は1下回っています。5走前は今回と同条件の中山1800にて、黄色線を9上回っています。次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。丸を打ったのは、7枠11番、アウトレンジです。過去5層の指数を見ていきます。1走前は今回と同距離の京都1800にて、黄色線を2上回っています。2走前は今回と同距離の阪神1800にて、 黄色線を3上回っています。3層前は黄色線を7下回っています。4層前は今回と同距離の京都1800にて、黄色線を6上回っています。5層前は23下回っています。次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。黒三角を打ったのは3枠4番、カフジオクタゴンです。過去5層の指数を見ていきます。1層前は黄色線を19下回っています。2層前は京都1900にて、 黄色線を6上回っています3走前は1下回っています4走前は今回と同距離の京都1800にて黄色線を3上回っています5走前は8下回っています次の馬のシンプルグラフへ切り替えます白三角を打ったのは3枠3番ザイチンガーです過去5走の指数を見ていきます1走前は今回と同距離の中京1800にて黄色線と同じ指数になっています 2走前は黄色線を6下回っています。3走前は7下回っています。4走前は12下回っています。5走前は10下回っています。次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。×を打ったのは7枠12番ブライアンセンスです。過去5走の指数を見ていきます。1走前は黄色線を8下回っています。2走前は今回と同条件の中山1800にて黄色線を6上回っています。 3層前は3下回っています。4層前は5下回っています。5層前は4下回っています。以上、偏差値上位場をシンプルグラフで解説してきました。この統一指数によるシンプルグラフは、全レースをノートにて公開しております。全場のグラフを1ページに配置し、一覧性を高めております。全レースの PDF の入手先は、この動画の注釈にリンクがありますので、ぜひご利用ください。 最後に、ノートにて公開しております。全女、全レースの指数グラフ PDF をご紹介いたします。ノートの URL はこの動画の説明文に記載しておりますので、ぜひご利用ください。このシートは、過去5層の出走履歴と統一指数を一般的な馬柱にて表示したものです。次のシートです。このシートは、動画で紹介しております指数グラフの各馬の一覧です。 過去1年のの出走履歴とと指指数数をプロットしているフフルバージョンの指数グラフとなります次のシートです。このシートは、過去5層に絞ったシンプルグラフとなります。まずは、このシンプルグラフでの能力判断から始めてみてはいかがでしょうか。次のシートです。このシートでは、上部の表はレース予想動画でも紹介しております。適正分析後の評価一覧となります。指数グラフから読み取れる各種適性について表示しております。 下部の表は展開分析のデータとなる各馬の先行力とその順位各馬の上がり指数とその順位となります右隣は一角通過予想図となります次のシートですこのシートは推奨レースの動画紹介しております全レースの本命馬について勝利確率推奨ランク適正と能力比較ごみの推奨リスクを表示しております この推奨リスクを参考に馬券戦略を練ってみてはいかがでしょうか。